なかちょっと優しいの食べようかな。伝説の牡蠣鍋を。え、記憶ある。普通にカラオケ歌ってただけなんだけど、なんかやっぱカラオケのお酒って私飲んないもん。あんな、なんか酔ってもさ急に枠切ってなんかパニックになったんだよね。カラオケのお酒ってちょっと危ない。昨日見れなかった。いやいや、なんかいつもの酔い方じゃない。私の飲んだらね永遠飲むんだけどさ、なんか持ち込めるとこがいいね。マネキン猫とかさ、枠は乾燥じゃない。私枠切った。うん、私枠切ったの自分で。うん、私枠切ったの。え、どういうこと？機長の、私覚えてるよ、あの機長さんとのバトルの時に切ったの。乾燥じゃない、切ったの自分で。バトル中に切ったの。え、切ったって本当に切ったじゃないと切れてない。え、機長さんのバトルを切ったんだよ。え、配信切れてなかったの？バトル、いや、切って、あ、私もうそれ枠切ったと思ってたんだけど、え、私あれ完全に配信外。どうなってた？ちょっと恥ずかしいな、恥ずかしい。違う、床で寝たの。私パニックになっちゃって、パニックになると私床に倒れるんだよね。硬い冷たいところに倒れたくなって、あのちょパニックになっちゃったんだよ一瞬。寝て、いやいやいや、すいません。恥ずかしいな。そう、たくまくんがね電話してくれて、うん、久々にパニックになったの。うん、いや、なんで不謹慎なんだよ。かき鍋食べんだよ今から。でママが食べてて、私もなんか食べたくなったんだよね。何が不謹慎な。大丈夫か、うん、そう、ちょっと優しいの食べたい。かき鍋を作りたいと思います。おはよう。マヨ、ママは牡蠣になんかね不明らしい、原因不明らしい、なんか、マヨのためにコメしてた方めっちゃ叩かれてたよ。え、なんで？ありがとう、みんなありがとう。ポカリ飲んでる、うん、なんか昨日なんかで潰れてタクシーで帰ったんだよね。タクシーで
ご飯食べるか。ちょっとご飯あげるわ。うん、いや15号がめんどくさい。別に何が不謹慎なの。うざい、もうそういうのうざい。朝ごはんあげたいと思います。しあ、みぐさん10個ありがとう。うこら、ありがとう。これ何？ブロックしよう。あかんや、かきみんなが話しすぎ。それな。なんかそういうのが逆に不謹慎なんだけど。そういうのが。いいよ別に不快って思うんだったら見ないでね。じゃあ普通に食いたいのも食うし。私がひでママが食べてたものを食べたら不謹慎ってなるのかマジで謎いんだけど。大丈夫頭。待てね。サラダのサダラとサラダとまゆちゃんの手のひら取り上げてください。お座り。ほらぬ。
深い怒りや、そんなお座りして、お座り、どっちかな、これどっちかな、お座りして、どっちかな、どっちが多いでしょうか、福ちゃんのお調べチェックタイム、どっちかな、品定めチェック、決まりました。いや、あれね、恒例だね。朝ごはんと夜ごはんは、うん、昨日の松屋でご飯に似てるね。いや、まだ酔ってるな、なんか、うん、あ、おはよう、あなちゃん、おはよう、今日はテイクアウトどうだろう、なんか食べ方、あ、綺麗になったか、あ、骨食べてる、あ、テイクアウトした。木村さん、次ハニフクの これトイレシートの上に持ってくんだよね。トイレシートの上に。あー、嘘ー。あー、パーちゃんありがとう。パーちゃん。パーちゃん広告インテムナイス。めっちゃ可愛い綺麗な人だった。見たら。ありがとうございます。綺麗な方からいただきました。福ちゃんはイートインタイプ。ハニーはね、すっかり元気になったからね。ハニーちゃんすっかり。ごちそうさまでした。コマさんありがとう、なちゃんありがとう。ほんとこの2人食い陣張ってんだよね。あっ、しょ、ふく、あと病院でこれ以上あの、なんだろう、増やさないでねって言われた。ふく、なんで食べた後いつもこうなっちゃうの。体重。
年だからさ、足腰が弱く悪くなっちゃうから太るとね。あなちゃんありがとう。まゆちゃんラブ、ありがとう。私もラブ、私もラブだよ。ありがとう、ばあちゃん。くわこまさんありがとう。かき鍋作るか。かき鍋を一緒に韓国行きたい。韓国整形すんの？整形、整形か。何をするんだろう。あれ、私いや、ハニーはね2キロジャストだったよ。そんなにデブくはない、うん、医者の息子とか友達たくさんいるから、カジノでも行きたい、整形もしたい。すごいね、パーちゃんは何者なんだ。パーちゃんはでも私韓国のカジノ行ったことあるけどね、なんかよくわかんない。なんかトランプとか見てもなんか難しくってさ、面白いねに行き着かないんだよね。オアシスパールカジノは難しくてオアシスパール、うん、甘くない。そんなデコルテ姉さんのシャオシャオそっくりだったの見た見た、あのツイッターに流れてきてめちゃくちゃ似てたすごいねデコルテ姉さん、さすがだね。憑依の憑依といったらもうあれだね、姉さんです。韓国で前が食べたユッケどう食べに行きたい。プチョンユッケ、プチョンユッケだね、うん、お相当したじゃないですか。好きなところに押してください。ああ体が痛い。今日もちょっと行ってこいかな、接骨院。うん、あ、眉の配信を見たくなった。ああ、ね、あ、リリーさん言ってるよ今ね。リリーさん、もう先月だよ韓国。先月だからね、まあ1ヶ月前。半年に1回行けたらいいかなぐらいだね。だ今回はね、まあ来年の3月かな、行けたらね。完売と行けたらだと思う、金銭的に。もっと立てる、あ、ゆえほんとちょっと二日酔いだわ。早く牡蠣を食べないと、あの二日酔いには牡蠣だったからね。鍋も買いました。鍋、あれ鍋500円、500円の土鍋買った、100均で買った。金の土鍋、また行ったら よろしくね韓国リスナーさん。韓リス、あーちょっとちっちゃい。まあでもこんなもんか。一人前の土鍋買いました。おしゃれじゃん結構。
2、3ヶ月しか空けずに行った時もあったよね、韓国。本当に、いや2、3ヶ月はない、半年前、いやないない、それはない。私が今まで配信で行ったのは12月、6月、あ、今回早かったわ、4ヶ月後に行ってる。新しい土鍋、そのちょっと洗います。これね、ダイソーの土鍋。よいしょ。ダイソーの土鍋。カラー分けしないと割れない？え？何？カラー分けすんの？そんなの書いてないよ。あ、なんかもう割れた。やば、ゴミじゃん。もう割れたんだけど。何？目止めしないと割れちゃうよ。目止めって何？何を言ってんの？どういうこと？それすぐ割れる。体キスんのこれ、ダイソーの鍋なんか使うんじゃないよ。これ一回何、火をかける？じゃあこれで体キ、お米を煮るの？よく拭いてから体だけするの？まゆ、本当に何も知らないな。知らないよ。そんなこと書いてなかったけどな。これ火をつけた。何、殻だけダメなの？ちょっと、どういうこと？ちょっと待って、いや心配性だって、それ心配性、愛の塊だって、それ書いてないもん、そんなこと。ちゃんと鍋用だね、うん、米と水でおかゆを作るんだ。米と水でおかゆ、まあ、大丈夫だって。作ります。ちょっともう、大丈夫大丈夫。これからはちょっと洗ってみようかな。割れにくくなるっていうだけ。あ、そういうことね。
ちょっと昨日のトラウマがあるんでね。ハイエナ来た。ゲットつかんで。あ、お肉ないけどいいかな。お肉なくても。えのきとお肉がないな。解凍しないとお肉が。いっかお肉なくて牡蠣があれば、えのきは洗っちゃいけませんよ。洗っちゃいけません。栄養がなくなるから。あ、なんかちょっとパンパン。それだけでちょっとパンパンになっちゃいました。そしてなんか入れるもの、これも全部は使えないぞ。これさ、ちょっとおかわり用にしとくか。継ぎ足し用で少しね。
半分冷蔵庫入れときます。これ今回のメインメニューでございます。 200g 入ってる。こんなちっちゃいのに 200g。これ高級な牡蠣です。高級牡蠣。これ1000円でした。水切りってどういうこと？これ水切り、あ、水切りになってるから大丈夫だわ。洗うの？水切りって書いてあるよ。洗うんかーい。なんてこった。うわ。ん？どうやって開けんだこれ。はいはいはい。よく洗いたいと思います。わ、これいい牡蠣だねこれいい牡蠣だ。これいい牡蠣です。ちなみにこれ生食用、生食用。うまそう。ちっちゃくなるよね。これってさ、最初から入れちゃダメな気がするぞ。これはちょっと一回火をかけて途中かな。これ途中からですね。え？小さくなっちゃうもんね。まずこれを、あー優しそう、優しそう。二日酔いに優しそう。これで、まゆちゃんはマルニーが大好きだから。マロニー作ります。不謹慎とか言ってるやつはほっとけばいいんだよ。こんぐらいかな。食べ過ぎちゃダメよって言ってんじゃないもの。食べ過ぎちゃダメやまゆちゃんって。まず味付けをするの忘れてた。
味付けしめすだし、みりん、鬼殺し、だし、なんだこれ、よくわからんけど、お醤油、100均で買った醤油、寄せ鍋、そう、私醤油ベース派、前にしても入りきらないねこれね、買ったはいいけど、まあ、こっからちょっと追加していこうかな、無限列車編、よし、マロニーちゃん、マロニーちゃん、うどんとラーメンと、どうしよう、最後ラーメンで締めるか雑炊にするか悩みどころですね、牡蠣なんで、牡蠣のいい出汁が、あのさ、のぐりあんじゃん、のぐりね、牡蠣めっちゃうまいんだよね、牡蠣入れると、だからのぐりもあり、のぐりもありだけど、海鮮系のだしのぐりに入れるとめっちゃ美味しくなるんだよ、あ、私もカキ大好きだからさふつか湯にはいいんじゃない、ふわっち友達に見てるって言えない？いや言ったところで何それって言われたっけ、うん、あ、前に別茹でじゃないとあの水分取っちゃうからさ、あのおいしまずくなっちゃうよ、鍋にへばりついたりとか、ライブ配信見てるとか言えない、いやでももうなんかもう時代がさ、陽キャも配信しだしたりとかする、配信する人ってオタクとかキモいとか引きこもりってイメージだったけど、今も TikTok のなんかそういうなんか勝ち組みたいな人間もさ、やりだしてからもう恥ずかしいとかないと思うよ、全く時代は変わりましたね、私教員だけどマジ、え、教員って先生ってこと、教師ってこと、マジかよ、生徒とやりたいなって思う、先生エロい目で見てたりすんの、いや本当かな、あ、絶対嘘だ、この時間は嘘だわ、先生はし、あの今あのゴールデンタイムじゃん、嘘だわ、だから一軒で鍵食うだけで、すごい、あたおかね、あたおか、土鍋ってさ、お米炊いたらめっちゃうまい、もしかして、吹き出物できた時に速攻聞くのありますか、吹き出物で、あの吹き出物できた時はあの病院の薬塗ろうよ、あ、でもね、吹き出物
私できないからな、ちょっとわからん。あのなんか吹き出物用のさ、あのなんかこうシールみたいになるよね、こうパッチ、医者かコンセプシスとかかな、ごめん、吹き出物、そうニキビパッチでいいんじゃない、皮膚科の塗り薬も、そうそう、そういうのはスキンケアとかじゃないよね。もう吹き出物なんて放置しとけば。ちなみに私さ、吹き出物あるわ、ここに。初めてなった、こんなところ。寺子、それのあと新着、ちょっと分かんない、何沈める漢字読めない。私は鍋でお米炊いてるよ。へえ、あ、色素沈着か。あ、色素沈着、まだ日焼け止めじゃ塗らないとね、日焼け止め。あ、うまそう、なんかうまそう、鍋食べたかった、ずっと。もういけるのかな、これ も買ったし、鍋にうどん最高。あ、これなんかさ、でも蓋が厚くなくて上玉なんじゃない、それって。これもう食べていいの？シャメシャメ、本日の待って、ちょっと待って、ちょっと汁が増えちゃった、どうしよう。ように大きいね、牡蠣。これさ、刺身用だからね、しゃぶしゃぶでいっか、しゃぶしゃぶで、しゃぶしゃぶにしたいと思います。大好きなマロニーも入れて、
て。いただきます、いただきます。でも生食でさ売ってたから大丈夫だよ。しゃぶしゃぶぐらいにした、うん、いただきます。うん、この牡蠣めっちゃうまい。お店の味する。これ1000円だからね、1000円。この牡蠣1000円半額で買ったけどね。そう、私あのレバーとか生で食べた、スーパーの120円のレバー刺しが食べたくてね。お腹下したことない。なんなら私あの韓国でさ、もう屋台とかすごいの食べてたじゃん。一回もお腹下してなくて、日本に帰ってきてあのすごい衛生的にいい食べ物食べたらお腹下したからね。胃がびっくりして、優しすぎだろって体が、これ清潔すぎだろこれって下しました、日本のご飯で。最高ですね。これマジです。マロニーうま。牡蠣と。あとね、さとみさん見てたらさ、豆腐食べたくなったんだよね、豆腐。そう、一生豆腐食べてんの、なんか気になった。豆腐あんまり豆腐と関わったことないんだけど、私生食の牡蠣あの加熱用もうまいけどね。でもこれめちゃくちゃ美味しい。確かに1000円の味する、お店の味するもん。いや、二日酔いだからさ、ご飯食べて横になろうと思ってね。うん、二日酔いにいいから。かっ冬は鍋だね。もう早いね、もう今月終わりかよ、今年が。今年何してたんだろう。あ、韓国に2回行ったか。まあ、今年は充実したね。今年は充実しました。ありがとうね、うん、本当に充実した1年だったけど、あっという間だったわ。これ土鍋ダイソーで買った、500円で。ダメな牡蠣って縮むの？縮んでるけどね。縮まないようにしたいんだけど、無理か。ちょっと上に置いとこう。無理か。縮んじゃう。
こんなもんでいいよな。おいしそう。ダイソーに鍵、あ、違う違う、す、あの、この土鍋はね、ダイソーで買った。100円の牡蠣とかちょっと怖いわ、うん、怖い。ちょっともうちょっと、ここはのお鍋と、マロニーも食べなきゃ。苦手なポン酢、え、私ずっとこれだからさ、ちょっと粉末のやつよく飲むよ。あの二日酔いで取っといてる。あの原液だとさ甘いんだよね。私薄いポカリが好きだから、ペットボトルのポカリも水で割ってんだよね。ひろたのポン酢分かった。スーパーに売ってんならいいよ。え、なんかこれってさ、なんか家族みんな何、生まれた頃からずっとこれだから、なんかまずいとかうまいとかの問題じゃないんだけど、これポン酢と言ったらこれなんだよみたいな。うちは昔から、定番麺。ちょっとマロニーが飲みちゃう。昨日どころじゃん、え、これ昨日だよ、来たの。これ昨日来た。まだうどん入れられない。ね、キモいことしていい？キモいことしていい？汁がさ、なんかポン酢薄くなっちゃったから、ちょっと入れます。
あの増水の時も私さ、みんな私家族多いんだけど、みんなこうお皿のポン酢じゃん、食べ終わったらみんなドバーって入れて、うちで増水入れて、うん、家族でやってなかった、それなんかそれがなんか普通なんだよね。うち中国なんかな、やっぱ一家中国みたい、やらない、家族だよ家族、みんなの兄弟でみんなでわーって入れて、したら、いやなんか おかんに逆に教えられた、入れなさい早くって、その出汁が美味しいから、そうなんだって、ちゃんが何？どうしたの？くるちゃんがどうしたの？病んでんの？配信引退どこ情報それ？配信出たの？やっぱ、ん？昨日配信してたよね？中村くん、くるちゃんのツイッター、配信引退しばらく配信から離れます、応援ありがとうございました、またどっかで会いましょう。いやなんかね、なんか不思議な、なんだろう、くるちゃんとなんかの件かわかんないけど、本気見せますっていう笑顔、この後に引退しますみたいな、配信休みますみたいな、まあでも引退じゃないね、休止だね、休止、配信休止、わかんないけど、でもさ、配信やらなかったらどうやって生活していくの？収入どうすんの？収入があるの？ん？なんだ？まあ、でもなんか高収入だったらしいよ、ロビさんの、あのお店の給料が、LINE でも配信し、あ、そうなんだ、うん、パパ活か、
んじゃない、パパ活ぐらい。うん、佐々木さんもいるしね、なんとかなるんじゃない。佐々木さんがいるよ。かき鍋食べてます。あ、これ本当に、あの、いい牡蠣ってちっちゃくならないんだね、ずっと煮込んでるけど。いい牡蠣は小さくならない。また一つ学びました。味が薄くなっちゃう、一生。ワルに美味しいね。まあわかんないけど、まあなんとかなるっしょ、人間。さあ、訴えるってなったらどれぐらい請求されんの？のその証拠がないもんね。証拠が。してない証拠もまあね。なんかでもロビさんいろんな人に電話してて、俺ってそういうことするみたいな、でいろんな人に発言をさせてしてもらって、ではそんなことないですよって、分かんない。じゃあくるちゃんもお酒飲んでて、ちょっとタクシーの中だっけ、なんだっけ、タクシーの中だっけ、タクシーか。でもそしたら その時の記録が あるじゃん、録画。タクシーってどこでもビデオあるよね、多分。なんか証拠出さないといけないよ。そうだね、だから裁判になるってことは、そうだよ、ちゃんと録画とか送んないと、写真とか。弁護士も動かない。私もやってますからね。うまそう、ありがとう。ニュースになってましたよ。
匿名さん無事でよかったね。無事でよかったです。有名な、なんか見てないんだけどテレビに出たらしい。怖いね、海外もね。私も気をつけないと、海外配信者として気をつけないとな。一言ではないんでね。追加します。追加します。たくまに鬼伝してないよ。いや、うどん入れるけどまだ入れない。まだ入れない。とまゆ枠に来てくれてありがとうって。へいへいが枠に来てくれてありがとう。へいへいさんの枠に行ってないよ私。行ってないね。でも怖かったね。へいへいさんのマジで怖かった。行けねえな、やっぱ韓国以外は。鍋すること言ってないの？うん。え？どういうこと？そんな私食べるものを全部報告しなくてもいいじゃん。そんな食べ物まで。それ何の報告だ、まあ女だったらレープじゃない？レープ、レープだね。だからヘイヘイさんが、まあ、もしあれが私女だったら回されてたのかな、あの状況って。前韓国で気に入ってた平らな春雨あったじゃん、業スの。え、覚えてない、覚えてないな。覚えてるよね。全然覚えてない。楽しかったな。でも今回の韓国編は楽しかった。
うどん突入、うどん編きた、うどん編。1日2食だね、2食。あ、まゆたおはよう、ありがとう。あ、エムちゃんありがとう、おはようございます。伝説のかき鍋中です、今。なんか汁が水を増やすか、ちょっと野菜食いたいんだけど、野菜ないのか。あ、なんだ、ハエ入ってた、ハエが入ってた。洗ってもハエが入ってるって、ハエが入ってた。実はうどんをポン酢で食べるために鍋をすることに決めた。ポン酢で食べたくて。貝ぐらい別にいいけど、ポン酢うどん食べたくてうどん鍋をやったぐらいある。うまい。うまいね。うどんポン酢最強。最強すぎる。一番うまい。うん。食ったら風呂。どうしようかな。入んなきゃダメ？なんかだるいんだけど体。接骨院行きたいな私。なんでだろう。なんでさ、お酒飲んだ次の日ってこんなに肩が凝ってんの？昨日入ってないまだ。昨日の朝入ったっけな。あ、昨日の朝入ったか。仕事してないのね。仕事してないから肩凝るんじゃない？動かないから。血流が巡ってないから。で、先生に言われた。あの、一番のマッサージは歩くことですからね。歩いてください、とにかくって言った。1日10分でもいいから歩いてください、うん、なるほど。まゆちゃんおはよう、うん、あ、とっちゃんおはよう。一番のマッサージは徒歩10、最低10分15分は歩いてほしいって言った。
歩いてやるかも。歩こうかな。1日10分。ジャル中じゃないよ。なんかカラオケの お酒がちょっとやばかったんだと思う。カラオケのお酒、私あんな酔い方しないもん。だって急に倒れてとかさ。ちょっとこれからはあの持ち込み OK の、そうビールだけなんだけどさ、うん、ビールでもなんか混ざってんのかな。いやおかしいもん。うん、ゲーじゃないよ。閲覧何人いたの、ちなみに。まゆちゃん昨日は驚いたよ。あね、まゆちゃんでも楽しかった、カラオケ。何分だった？何分間私倒れてたの？うん、うちも今、あ、ありがとう。うちの今今夜も今日私を見て、あ、10分ぐらい私を見て今日鍋に決めた人いる？今日は鍋だって。鍋っていいよね、簡単じゃん。なんか余ったもの入れたらいいし、ダイエットにいいしね。ダイエットどうだろう、食べちゃうんだよな結局。うどん丸に。でこの後どうしようかな、この後どうしよう。雑炊かな、やっぱ牡蠣のエキス雑炊。おならしてた。足の音じゃなくて。あ、ありがとう。牡蠣も食べたくなってきた。お鍋に。そうだね、大丈夫だよ。みんな普通に食べたらいいじゃん。なんかさっきねすごかったんだよ、コメントで。この不謹慎野郎牡蠣を食いやがって。怖かった、怖かったね。おならしてた。うん、謎じゃん。不謹慎って言ってる人が不謹慎だから、間違いなく。うん、昨日荒れてた。え何まゆちゃんツイッターの名前、え、わかんない。まゆふわっちでさ、ウェブから飛べるんじゃないかな。なんかウェブで書いたらツイッター出てくるんじゃないかな。ついてる。へばりついてる。
ね、この牡蠣さ、やっぱいい牡蠣って縮まないんだね。ね。これ。でかい。え、私さ、あえてなかった？あの、配信終わった後。バトル終わった後、あえてなかった？雑談の行くよ。どういうこと？どういうこと？静かだった。私ね、パニックになっちゃって、昨日パニックになると私あえじゃんだよ、なんかうわーみたいな、ふーとか言ってこの、あ、そう、私小前だよ。うん、わかる？あ、ね、わかるよね、パニック持ってる人。え、何？機長さんなんか荒れてるってどういうこと？うん、ね、機長さん昨日なんか炎上したの？普通だったけど。Amazon で買えない。パニックは、私だからそれはね、人によるけど、私はまず床に倒れる。こう硬い、例えば外だったら地面とか、とにかくベッドとかだと気持ちはやばいから、もう硬い冷たい床に倒れますね。とりあえず。たくまくん優しい、電話してきてくれて。たくまが店に電話して店員に起こされた。店員に起こされた。うん、私とで、それで帰ってきて、なんかまあ酔っ払ってたからさ、これ飲んだんだよ、ビタミン C。 そしたらなんか湧き上がってきて、もう滝毛の、昨日酔っ払ってる時にビタミン C 飲んだら危ないわ。なんでだろう、滝毛をしたビタミン C 飲んで。うん、なんで、吐いた吐いた、お腹空いちゃってさ。あ、刺激が強いからな。え、たくま聞いてんの？前は芸人じゃないよ、モノマネ芸人じゃない、モノマネでもないし。昔からモノマネが得意だったね、先生とかさ、友達の親とか、昔から得意だった、そういう人のマネとかするのが。子供の頃から。よし、丼水編、最後までこの牡蠣を美味しくいただいちまうからよ。雫一滴残らずよ。最後まで摂取してやるから。フィニッシュですね、これじゃ。
いや牡蠣といったらやっぱ雑炊じゃない。いや牡蠣うまいな。でもいい牡蠣は美味しい。牡蠣か忘れたけど1000円、 200g で1000円、半額だった500円で。スパリブってやつ買ってみて、マジで二日はならないほど高いけど、いやこれを、これ、私はこれ信者だから、これを飲む。私これ飲んでなかったら今日配信絶対つけれてない。マジで劇的に、これマジでいい。あのツイッターに載せたからね。劇的いい感じにダウン症見たくなったね。お前最低だね。いい感じにダウン症って、ひどすぎて怒りも出てこない、あ、ありがとう、あ、りょうちゃんありがとう、りょうちゃん、これでグツグツさせてやるよ。たい焼きありがとう、ご飯水で洗うの？洗わないだろう。教える、確認。ちょっと薄いかな、水分飛ばします。水分を飛ばします。少し塩入れて卵閉じたら OK。 味の素でいいんじゃない、何でも味の素。水分飛ばしてドロドロにします。ごま油は絶対違うね、絶対に違う。アップルの料理人も雑炊に味の素、なんかね何でも入れるらしい。料理人のさ、量だっけな、炎上してた人、なんか割り勘で炎上してた、あの人も、あ、リュウジだ、リュウジ、あの人も味の素信者らしい、何かと、そうそうそう、うまみが、しかも味の素ってトリートメントにも使えるらしい。ええ何今ピンって言ったんだけど、怖いな、100均のピンって言った今。
味の素と塩。じゃあ今日は塩も入れて。最高になっちゃった、うん、あ、味塩も味の素入ってんだ。最高な味だよ。全然いい感じ、いい感じ、うん、あとなんかね、酒飲んだ時はね、塩分を求めてる。塩分をちょっとかな。もうちょっと。博多の塩がいいの。ちょっと待って。ネギの存在。忘れてた。クちゃん邪魔だよ。クちゃん邪魔。もういいかな。ちょっと薄いけど。もういいかな。ネギってもう入れる？ネギっていつ入れるの？ネギっていつ入れるの？あ、最後か。じゃあ火を止めます。火を止めました。余熱で、余熱ネギも入れていい？余熱調理。お米洗ってないからぬめぬめだ。これ一人前の100均で買った、500円で、500円の土鍋、うん、雑炊は米洗うの。
なんでドロドロになっていいじゃん、うん、ドロドロになってアフさんありがとう。そうかな、オープン。うん、美味しそう。できた。雑炊。うん。牡蠣の雑炊に来ました。美味しそうです。卵のトロトロトロなんだけど、徹底的に全部食べてやる。いや太ったってこんだけ食べたらね、まあいっぱい食べたら寝れそうだって。いやでも昨日どうだろう、いや50度でもさ、あのうざいやついるからね。50度も言い方おいしい。あー柿な、柿雑炊おいしい。今から手洗いするよ、洗い物するから。必然的に。うん、熱い。何カロリー食ってんだ。マロニー、うどん、米ぐらい炭水化物食いすぎたな、うん、ポカリセット、ポカリセット、うん、待って、押し付けはあれやけど結構ためになる小獣ともたくさんいる。でもそれってさ、いやそれってなんかその人のなんかオナニーに付き合わされてんだよ。これ手こきしろって言われてんのします、なんかそういう感じ。全部あなたの、あなたがしてほしいから、しろって言うなよ。本当でもそうね。だって別に私がこれやった方があなたのためになるってさ、でもそれでも私は生きていけてるし別に、うん、押し付けだね。でな、あとね、こんだけ言ってあげたのにとかもある、なんかこう、なんかこうあなたのために言ってるんだよっていうことってさ、どうなんだ、押し付けだよなって思っちゃう。あ、だから言ったじゃんとかもね。
はタクマに何も言わないでね。なんで今タクマの話になるの？それはタクマくんと私の当人同士のカップルの話なんだから、それも関係ない。それも押し付け。ね。あ、なんかどんどん米が増えてきた。お腹いっぱいになってきたぞ。あ、かき雑炊はピカイチうまい。今日のランキング、牡蠣1位、2位うどんポン酢、3位が雑炊だね。あの雑炊にポン酢入れると美味しいんだよね、さっぱりして。結構なんか、なんかこう、まあ、眉の雑タルとかもそうだけど、アンチとかもそうだけど、なんかその顔ディスが多いと思う。私ってトップで多いと思うんだけど、くだらないなって思っちゃう。何ここ、なんか小学校中学校みたいな、なんかくだらないよね私のアンチって。なんかバカっぽいよ。うん、バカっぽい。あ、今時の子供でもないのか。養子ディスはいじめっていうか、なんかね、ここまで来るとバカっぽいなってなっちゃう。なんかもっと、なんだろう、あと嘘で盛り上がったりとかね。弁護士もう今いろいろやってるよ、本当に。お金も払ったしね。まあ先月、まあ、稼いだ皆さんのおかげで初めてではないか、初めてではないけど、そういうことできたから本当にありがたい。お金が結構かかるからね。うん、ハニフクもアンチのこと前いじめるんだって。ハニは何も思ってない。こいつは金持ってんのか持ってないのかみたいな、ただそれだけ。金目なものを持ってんのか。で、友達って金を持ってる友達にはすり寄って、こいつ何も持ってなさそうだなっていう時は寝室に行ってって感じ。谷ちゃん、いや、確かに、いや、どうなんだろう、分かんない、分かんないけど、なんか電話してくれた。ダメ、ご飯中だから、危ないから。知らないけど、もうその人の話はもうできないからな。そしたら話はもうできない。そういうの
単に言えば。へえ、なんか友達でもあり家族みたいな感じかな。家族、友達以上だね。なんだろう、友達、なんだろうな、不思議な友達、すごい大切な友、うん、でもすごい大切なっつうか、まあ、家族、なんか腐れ縁のような、なんか腐れ縁を感じる。でももう10年の付き合いだから、もともとの出会いは地元が一緒で、まあうちの近くの友達がなんかまあ飲み屋で働いてて、でそこで友達の店指名して飲みに行った時に総理に出会った、その時に総理に出会った。めっちゃ仲良くなった。で10年の付き合い。雑炊があまりにも美味しくて、食べて眠りにつきたいと思います。なんかね、ソーリーって名前はなんかソーリーが配信に映っちゃったんだよね。その時に野田ゾーリーだっけな、え、野田ゾーリー、あ、安倍総理だっけな、安倍総理にすごい似てるってコメントが増えて、じゃあ総理にしようって、安倍さんにそっくりだねって。で、あの総理の名前、あだ名総理。私ね、あだ名センスめちゃくちゃいいからね、完売とかアンブレラとか、あと誰だ、総理あだ名のセンスがピカイチ。ありえか。草薙は別に草薙似てないしね。いや、あれはね、間違えた。草薙じゃなくてサメちゃんだったわ、あだ名サメちゃん。たくまのかまべっとお前はつけてないよ、あれは。いや、なんかあのたくまのね、脱たねがすごい、まあ好きなんだよね。だからたまに見ちゃうんだけど、なんかまあアンチって嘘つきだからさ、あのたくまがうんこもらえ、うんこを漏らしたみたいな、からのクソマっていうあだ名がついてて、クソマ、たくまうんこ、うんこ漏らしのクソマ。私鼻フックじゃん。でそれで2人合わせて鼻クソだねっていうコメント見て、わあ、なんかさすがだなって思った。鼻クソっていいね、もう2人で一つじゃん、鼻クソ。嬉しかった。あとね、これも、こっ
ちあるかな。ちょっと待って、これもねすごい気に入ってんだけど、ラジオラジオ、あれ写真どこで買えん、あ、これか、これめっちゃいいですね。おでなしでかじらせてあげる、これめっちゃ可愛い。たくまで、ちゃんとひまわりとかこのチューリップとかの写ってて、これザスタヌに載ってた、まあ、アンチが作ったんだけど、これすごい私気に入ってる、これかわいい、これもうステッカー作りたいぐらい。これステッカーにしようかな、これ。うん、いや私こういうの好きなんだよね、私も作ってほしい。まあ、これはこれファンチだと思う。だってわざわざひまわりとこのチューリップとかさ、かわいいよね。ステッカーにしたいよね。たくまに聞いてみるわ、たくまに。まあ、これは価値観だからね、私は嬉しいかな。私のアンチってさ、あの低能だから、こういうセンスいい写真作れないんだよ。でね、ちょっと横になって整体おかんと行ってくる。なんかバカにされた、あ、もうブロックするね、うざいから。あの、これは価値観かな。私も逆だったら、私喜んじゃうからこういうの。うん、前見てたらお腹すいた、今日はみんな鍋にしよう。たくまくん嫌がってたよ、私が見てることってこと。じゃあ3分で終わりたいと思います。美味しかった、無限かき鍋編。嫌がってて気をつけるね。そう、延長なし、延長なしです。あ、漏らしてないよ。だ、それはアンチの嘘ね、アンチの嘘。腹どうなった？いや、もうやばいよ今、本当にやばい。見たい？マジやばい、もうなんかマジやばいよ。硬い、なんかもう硬いもん、硬い。もう分厚いし、分厚いでしょ。あ、ありがとう、まゆくん。あ、ありがとうございます。これもうすごいよね、こんだけ食べればね。私気痩せすんだよね、気痩せするから、この冬のうちにダイエットしないとちょっとやばい。だ、猶予は3月かな、2月末までが猶予かな、それまでに。あー、ありがとう、当たり、ナイス。あ、パチ、ありがとう、
母ちゃんありがとう、ずっといてくれてたんだ。当たりナイスです。これ可愛いんだ。可愛いって言ってる人は可愛くないんや。これだから、あの脂肪入れてよかった。私こんだけ太っててもここは脂肪がつかないからさ、それでこれ骨張ってんだよ。こんなお腹でここが骨張っててめちゃくちゃキモいんや私って。可愛いよ、ありがとう。あ、すーちゃんありがとうね。あー10個お疲れ様。あーちゃちゃんもずっといてくれてたんだ、ありがとうございます。あと1分で終わります。マイナス5キロか。いや今50やばいかもな。これでガリガリは無理そう。じゃあ皆さん終わります。今日4時からおかんとお出かけしてくるわ。今日も一日頑張ってね、みんなお疲れ様でした。カラオケも楽しかったね。カラオケも配信多分夜するんじゃない。夜会いましょう。またね、またカラオケも行こうね。楽しかったマジで、気分転換になったし。じゃあね、ありがとう。ありがとう。